日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。いよいよ今日で12月31日2023年も終わりですね。本日は2023年12月31日ということで、今年最後の食レポはこちら、味噌スープ肉そばを食べていきたいと思います。まあ、いわゆる土地越しそばですね。さて、ちょっと茹で、自分で茹でてみたおそば、そしてキャベツとお肉、たっぷり美味しそうだと思いませんか。では2023年を締めくくる食レポ、さっかりやっていきますよ。で、いただきます。2023年を締めくくる食レポにふさわしい、野菜も取れてお肉もあって、それでいてが美味しいお蕎麦になってます。で、自作の料理にここまで言うのは明らかに手前味噌かな。だけどやっぱり味噌だしは合うんじゃないかと思ってやってみましたが、それは正解でしたね。つる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 っとすすって、さらにところどころお肉やキャベツで歯ごたえ食感も楽しめる。もっといろんなお蕎麦の楽しみ方あると思うけど、とりあえず味噌も美味しいというのは証明できました。あなたはどんな食べ方をしてみたいですか？私に教えてくれればやってみるかも。ごちそうさまでした。いやー、2023年最後の食事レポとなる年越しそばも結構なボリュームでしたね。まあ自分で作っておいてなんですけど、ね、そばのツルツルという食感、喉越しは味噌にも合うんじゃないかと思ってやってみたんですけど、本当に合ってました。お醤油のさっぱりした味とはまた違う味噌の濃厚な旨味が口の中でふわっと広がってきて、そばの食感ともよく合って美味しかった。うん、名古屋に味噌煮込みうどんってありますけど、それに近いのかな。まあ、煮込んではないですけどね。というね、また今年もいい年越しができそうです。皆さん、今年は自主映画に、お、社員に出、もう噛んでどうするね、自主映画祭に出展させてもらったり、いろんなところに行くのを再開したりと、盛りだくさんの1年になりました。また来年もいろいろ食べて楽しんで頑張っていきたいと思いますので、どうか日常演舞の応援をよろしくお願いします。それでは2023年最後の演目もこれにて終了とさせていただきます。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。